バスケットボール B2 リーグの西宮ストークスが今日海ごみ問題について考えようと地元西宮市の人たちとともにイベントを行いました。西宮ストークスでは水と子どもをテーマに地元の人たちとの交流の場として去年10月から水辺のごみ拾いなどさまざまな活動を行っています。今日は西宮浜の海岸を楽しみながらきれいにしようと選手たちと一緒に走りながらゴミを拾うプロギングが行われ家族連れなどおよそ100人が気持ちのいい汗を流しました。やったゴミが大物ばっかり取れる。子どもが SDGs にこう興味持ってくれてるのでいい機会かなと思って。どう？楽しい。楽しい？やっぱちっちゃいゴミがたくさんあって大変だなと思います。ただ触れ合うだけじゃなくてその地域にも貢献できるという、環境を良くするっていうところ今すごいチームとしても大事にしているところなのでそういうところ一緒にできているっていうのが本当に嬉しいです、ね、西宮ストークスは今後も継続的に活動を行っていくということです。